浅川津ですカーベちゃんイェイおしまたね、元気だよ。ヒロポン2本目。ヒロがね、ポーンってね、抜けてる状態。<laughs> ま、あそんなね、やばいお薬じゃないんですけどね。<laughs> まあ、そんなね、ハイテンションなカーベルくんですけれど、今回はね、えお酒の失敗エピソードあるあるっていうことでね、あの、多いね。うん。お互いにまあ、 失敗エピソードありますけれど。そうだね。数々の失敗を乗り越えて今がありますからね。お互いそういうね、場面に立ち会っては来てますけれど。はい。うんその説はいろいろご迷惑をおかけしまして。<laughs> こちらこそ。<laughs> <laughs> <laughs> まずはね、うんえー、起きたら路上にいたということで、まあありがちな。なんてだろうね、あれ。これ川ーベくんめっちゃ多いよね。多い。放浪壁があるんだと思う。 あの、北は黒磯から南は熱海まで、<laughs> 都内で飲んでたのになんでだろうって。それは電車で帰ったところで、駅で降りるの忘れてそのまんまってパターンそれか、あの、無意識で降りて、歩いてて、え、どこって気づくことがね、結構あったの。で、そのまま路上で寝ちゃってってこといや、でもね、あの、歩いてて、 かって気がつく時がね、ちょいちょいあんの。ええー、怖でしょあの、大宮のさ、クーランドで前飲んだことあったじゃん。あの時に気づいた時に、国道4号線を北上してんのね。なんか、自治医大とかその辺まで来てて、<laughs> あ、俺なんでこんなとこ降りてんのって。ああ、思い出した思い出した。俺もあの日ね、あの、終電逃して茎ををまよってたもん。<laughs> <laughs> どっ どっか、<laughs> どっか漫画喫茶さねえかなと思って。カーベル君があれで寝過ごしたっていう言ってたなそういえば。そう。で、多分、どうせね、小金かその辺で降りたのよ。大体、終わりの方の宇都宮線って小金止まりになるからさ。はい、はい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 。で、それで、多分4号線を南に下れば小金行くだろうと思ったんだろうね、<laughs> その時。無茶な。北に行っちゃってたんだなそれ確か。で、とりあえず、宇都宮線の沿線に戻ろうと思って、 お山に着いたの朝だったかなえ歩ってきたのお山まで。歩ったね。すげえな。いや、もうそうしないとどうしようもない位置にいたから。何にもないんでしょ何にもない。あの、本当に国道しかないの。<laughs> うん。俺やべえとこにいると思って、とりあえず次の仕事だからさ、まあなんとかそれで始発乗ってね、<laughs> ちゃんと仕事行ったけどね。平日だったもんね。平日平日。 まあ、大宮だったら大丈夫だろうって思ったけどね。まあ、川辺くんよく、その、渋谷で、公園みたいな、とこで寝ちゃって、そのまま、朝まで、みたいなパターンは、よく聞いてたけどね。携帯なくしたとか、なんだ、ってあ <laughs> ったあ。なんかね、やっぱ、財布すられたことあったしね。<laughs> 携帯となくなってて。植え込みで寝てたりしてたよね。あった。あのね、<laughs> 毒ダミ臭さで起きたの、その時。<laughs> あ、せどこだ、ここって思ったら。ひでえな。 でもさ、気をつけなきゃいけないのよさ、夏場の路上ってすげえ気持ちいいのよ。まあ、寝れちゃうよね。うーん。で、特にマンホールとか冷えてるからさ。<laughs> で、そのまま引かれちゃうね。あの、酔っ払いとか猫とかいるからね。ああ、だから、田舎の方だとね、マジで引かれちゃうパターンあるからね。うん。ほんとね、夏場の路上は気をつけた方がいい。ほんと気持ちいいから。<laughs> で、えー、続いてね、急性アルコール中毒になって っていうことでまあこれはあるあるの中でも一番ちょっと最悪なパターンのエピソードかなって感じですけれど昔だとさ入りたての学生にその一気を勧めてアルコール中毒で亡くなっちゃったみたいなニュースがあってまあ あれからもうね、一気とかやらなくなったもんね。まあ、どっちかっていうとなんかそういうことに引く風潮になったじゃないなんか。俺、まあ思い出したけど、その、まあ学校の寮に住んでたじゃないうんうん。一気とかやらされた記憶あんだよねその、<ー>先輩とかから。そうだね。昔のさ、そういう仕事とかでもうパワハラ的にさ、あったよね。100メートル層みたいな言って、こう会議テーブル2つぐらい並べた中に、こうコップがいっぱいあ置いてあるのね。 で、それをなんか飲みながら先に進むっていうのよなんかビールとか最初ついであるんだけど、それからなんか並々ポンシとかついであったりとかして。会社でやってたんだ。まあ、昔のとあるガテン系の職種で。<laughs> <laughs> まあ、そんなハラスメントを受けて。 まあ、その時は飲み干してゴールしましたけどね、俺。やっぱその、参加しないと気まずい雰囲気になっちゃうわけだ。いや、もうそんな拒否権なんかない世界だったね。なかなかね、その壮絶な話を、その職場の時ね、聞いてたけど。壮絶だったね。その急性アルコール中毒じゃねえけど、アル中の人もいたって言ってたよね。あ,あ、いたいた。結局なんかそれを苦にやめたとこあったしね、正直。<laughs> アル中の先輩が絡んでくるっていう。 要は、都定制度じゃない、ああいう世界って、一応まあ職人さんではあったからさ、その直属の上司がある中で会社来ないってどういうことだっていうのでね。 結局まあ、ごめんなさい。ちょっとやってられないって感じになって。そういうノリの場所にいるとね、急性アルコール中毒になる可能性あるんで、本当ね、これ気をつけないとっていう。ことですけどそ。そう。自分が思っているより、体ってお酒に弱いもんですからね。続いてね、公衆の面前で盛大に多いということで、あ<ー>まあ、これは居酒屋とかでね、その吐いちゃったり、トイレ間に合わなくて吐いちゃったりっていう人はまあ、いるよね。結構。 そう、これはさ、でも結構お酒に限らずさ、乗り物酔いとかでもあるじゃないでもね、なんていうのかもう、この湧き上がってきたものはね、どうしようもない時ってちょいちょいあんのね。これ、川辺ル君はあるあのね、申し訳ないけれどもね、車の中で、 してしまったことが二度ほどあったりして。これさ、ほら、俺ら、その、学生の頃、養老の滝でバイトしてたけどさ、はい。どっちかっつうと目撃する側なんだよね。ああ。何度も何度も客が入ってくっていう、<laughs> 勘弁してくれ <laughs> っていうね。あ,あとね、一回俺タクシー飲み終わった後にタクシー乗って、で、その信号待ちの間になんかやっぱり急に気持ちよくなってきちゃって あ,であ、でも中にも出せないし、ちょうどいい、なんていうかな、そういうエチケット袋みたいなものもなかったらどうしようと思って、うん、そう、ドア開けて道路にガーやって、うんちゃんにめちゃめちゃ怒られたことあったけどね。そうだろうな。<laughs> うん。っていうのがまあ、ありますけれど、あとは、 付き合ってない異性と寝てしまったっていうことで、まあドラマとかでね、よくあるシチュエーションですけれど。これはカメベリカンはあのかなあまあちょっと言えませんね。まあちょっと、今はね、お家で収録してますしね。<laughs> <laughs> これは、でもさ、そっから付き合い始めたっていう人もいるでしょう。あ、でもそのパターン多いですね。多かったですね。その場限り言ってるんじゃなくて、あ、付き合おうか。 っていうのはまあ、ぶっちゃけ俺もまあ、あるけれど。そう。まあ、ある意味でも20代は、ほぼほぼ、そんなパターンで始まってましたね、大体。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、今だから言いますけどね。まあ、女の子もね、飲むとちょっとこう、ガードが緩くなるっていうのはあるからね、どうしてもね。うんまあ、もちろん同意のね。そうそうそう、そうもちろん同意のもとでね、っていうことで。ええ、あとは、え、身に覚えのない怪我をしていたっていうことで。さっきの路上とセットだな、これは。その、失踪した時とかに打撲とか <laughs>、なんか擦り傷とか <laughs>、有刺鉄線に俺足引っ掛けてすげえ足血だらけになって朝<ー> <laughs> 気がついたらびっくりしたって、ね。 っていうのがあって、<laughs> 裸足でコンビニ行ってたらしいんだよね、その酔っ払って。ああなんかでもその気持ちわかる。ははどう怪我はあのね、肋骨を折ってたっていうことと、<laughs> あとね、いつでの芝居の打ち上げの時に階段からどうも転げ落ちたみたいで、うんうん、なんかそれ聞いたことあるよ。翌日 CT スキャン取ったことありますね、病院で。<laughs> 一応大丈夫だったけど。倒れて頭をぶつけるみたいなのは川辺君多いっていのは聞くよね。 そう。なんかちょっと周りがほんとドン引きするぐらいのこけ方したみたいで。<laughs> な自分はでもね、<laughs> 楽しい思い出しかないの。ま、そんなこと覚えてないから。痛いとかっての覚えてないわけだ。そう。起きてから痛えなーっていう。そう。な、何この地っていうような。で、すごい周りから冷静に、カ辺ベ君病院行きなって。なるほどね。最後はね、気がついたら最寄りの駅から遥か遠い駅にいたっていうことで、まあ、これはカ辺ベル君のお箱だよね。 うーん。宇都宮線が相互乗りでしてない時代のさ、東海道線と、っていうか俺がそもそも東京に住んでた時に、東京メトロだけで帰れるはずなんですよ。ああ、はい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 。なのに、なんかその地下鉄でね、その、始発を待って帰ってたはずがね、まあちょっと居眠りして起きたらね、なんから電車が地上走ってるんですよ。<laughs> 半蔵門線だとさ、まあ、伝都市線かなとか、思う割にはね、だんだん海が見えてくんのね。あれ、これいよいよどこだろうって思ったらなんかね、次はなんか三島かなんか言われて。三島そう。<laughs> 静岡の方だよね。そう、そう。なんでって思ったよね、でもさすがにその時は。あのね、乗り過ごしじゃなくって明らかに違う路線乗ってるよね、その時。それはだから酔っ払って間違ったやつに乗っちゃったっていうことか。そう。 あと、ま、あその、うちらで多いのが、あの、赤羽でね、間違って高崎線に乗っちゃって、熊谷の方に行っちゃうっていう。で、この熊谷からその、小山方面に、その、戻る手段が大宮経由しかもう残ってないっていうね。そ,そうそうそう。そうでね、あの、赤羽とかで乗り換えるとね、あれ、同じ4番線ホームに、同じ電車が止まるんだよね。<laughs> 見た目全く一緒でさ、<laughs> 俗に言入赤羽トラップ。俺はミミックって呼んでるんだけどね、高崎線のこと。<laughs> <laughs> で、も乗ってからもね、ずっとね、高崎線じゃないだろうな、宇都宮線だろうなって思ってるけども、うん、あのさ、なんか車内のやつって絶対表示してくれなくないこの電車は。 高崎線ですとかさ。いちいち書かないよね。次は何駅ぐらいで。そうそうそう。次は浦和です。でさ、あ、表示変わって、うん、あ、やっと何線か教えてくれるのか、何、どこ行きかなって思ったらさ、<laughs> 次、next is 浦和ってただ英語になるだけでさ、<laughs> そんなのいいから早く正体教えろってね。で、気がついたら籠原まで行っちゃうんだろうそう、そうそうそう。大体ね、あのー、<laughs> すぐ一つ先のなんか宮原とかで気づけばいいけどさ、あげようとかね。<laughs> ああ大体ね、北本とかそのあたりで気づくんだよね。<laughs> 熊谷とか。割と取り返しのつかないとこで。わ <laughs> かるわかる <laughs>。でね、10時過ぎるともうさ、登りが先になくなるから、<laughs> あの、こう、登りホームの電気消えてた時の絶望感ね。大宮まで戻れない時はどうしてたのそういえば。いや、なんかもう、末期の頃とかは、 自分がね、高崎線沿いにいることがもう尺でならないから、蓮田とかまで一晩かけてでも歩くよね。ええ、ー、すっげーなそこそこあるけど、なんかもうあまりにも頭来て、<laughs> もう絶対高崎線沿いにはいてやらないと思って。<laughs> そう、高崎線沿いのどっかホテルやら寝フェに泊まるっていう思考はないんだ、その時にはもう。そう。あの、いや、もちろん駅前にその快活クラブとかあったんだけどさ、あもう絶対ここ行ってやんねえと思って。<laughs> わざわざ、ハスダの自由空間にね、シャワーだけ浴びて戻ってった。うん、もう始発になってるから、ね、その頃。帰るっていう本能だけはめちゃくちゃ残ってんだね、酔っ払ったら。ああ、割とね、そうね。あとね、あれもあったな、あの、最強戦でとりあえず大宮まで行って、うん。まあ、終電、終点だからね、 ま、さすがに乗り換え間違いねえだろうと思ってそのまんま、あの川越まで行っちゃって取り返しつかなくなったやつとかね。<laughs> それも平ジだったからだな、なんかあの本川越から出社したかな。西武線乗って。結局川越で止まったんだ。そう。その時は。今ね、リモートになってそういうことがね、なくなったからなんかこう、もう懐かしいなっていう感じだよね、そういうのが。そうだね。久しく高崎線に乗り間違えてないね、そういえば。一回だけね、俺高崎に行っちゃったことあったけど、 あの、高崎ってさ、SL 止まってんじゃん、たまに。うん,うんうんうん。だから、さすがにそれ見ても現実逃避したよね。あ、俺はもう異世界に転生したんだって、思った。<laughs> <laughs> で、ちなみに高崎からは何両毛線で帰ってくるのそれとも <laughs>、高崎線で帰ってくるのあ、それもね、あの、思ったんだけども、なんかナビタイムで調べたら結構絶望的な時間だったから。うん、ま、あ2時間近くかかるだろうな。そう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 。もうここまで来たらそれも面白いかなって思ったんだけども、うん、一応ルート調べて、あ、やっぱり大宮まで戻ろうってなったかな。ちょうどね、快速 R 番号があったから、 っていうことでね。ほとんど全問引っかかってるね、これ。まあ、あ急性アルコール中毒ぐらいかな引っかかってないのはね。これ引っかかったらいよいよやべえからね。あ,あ、そうだね。あ、そうだね。これはなんかあの、解放したっていうような感じだった後輩とかね。あ、あとね、粗相を超えた暴言っていうのもね。これちょっとね、一個飛ばしてましたけど、粗相を超えた暴言ね。<laughs> ああ<ー>、<laughs> 俺、会社ではやるまいと思ってたけどね。翌日会議に召集されたことが。 ありましてね。無礼 <laughs> ー,ーじゃなかったんだ。うん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 。<laughs> でもね、多分その頃って、割とちょっと自分、ちょっと依存症に近い毛があったかなと思うのね。ちょっとアル中が入ってたと。そう、割とね、2010年初頭ぐらいの頃って、ストレスとかもそれなりに多かったりとかして、お酒に逃げる日が結構続いてたんですよ。 で、まあ、職場とかでは失敗するまいと思ってたんだけれども、ちょっと翌日、まあ、ちょっと川辺さん、昨日こんなことがありまして、みたいな話を、まあ、されたわけですよ。うん。で、また、川辺さん、しょうがねえな、みたいな感じで、笑って、すいません、まあ、ちょっと自分なんかお酒好きで飲みすぎちゃって、みたいな感じで、へへーってなんか笑おうと思ったら、周りの目がどうも笑ってないんですよ。<laughs> 怖あ、これはもう楽しいお酒じゃないんだなっていうことをすごく自覚して、うん。その辺から多分すごく節制するようになったから自分が言った暴言ってのを覚えてんのいや、もう楽しかった記憶しかない、その日。うん。楽しかったんだ。<laughs> そう。俺はすごい楽しく、あ、昨日楽しかったね、良かったねっていう。それは何上司とか、なんか社長の、なんか言っちゃったの いやー、なんかね、ねかひどかったらしいです。うん。<ー>から、うん。僕はなんか、その、人様には迷惑をかけないと思ってたんですよ。うんうん,うん、うん、で、これはいやいや、どうもね、とてもご迷惑をかけしてるようだぞって。ほら、前に、ね、ちょっとあの、浅川くんとか、大勢でね、集まった席でも、大失敗をしてしまったことがあったんで。<laughs> ちょっとね、そんなこととかも総合して、ああ、俺ちょっと、控えようって思った。飲みすぎ注意だわな。 そうそうそう。あ、これも周りが笑って許してくれないやつだなと思ってね。なるほどね。そう。うん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 。っていうことでね。まあ、今回このお酒の失敗談エピソードあるあるをね、ちょっと取り上げてみました。お酒は飲んでも飲まれるな。浅川図です。えー、サブチャンネルもやってます。浅川図のビデオで検索してください。かぶりです。茨城県小賀市を中心にコントをやっています。自己違反症で検索してね。 よろしければチャンネル登録お願いします。